それやめて、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 え、やめて、あ、本当に焼酎じゃん。ちょっとやめて、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 やめて。終了。せーの、さあ始まりました。終了チャンネルの翔太です。ようです。終了でーす。はい。というわけで、今回はですね、何をするかと申しますと、久々のお酒の回なんですけども、今回はお酒に関する、お酒に関するじゃないや、お酒のドッキリをしようと思いまーす。イエーイ。はい。というわけで、今回はですね、先日、昨夜動画を撮ったんですけども、じゃん、この焼酎と、このウイスキーの中身を入れ替えます。こっちは水、焼酎だからね、水と入れ替えて、こっちはウーロン茶と入れ替えて、それをいきなり一気し始めたらどういう反応するかをやっていかよ。いやー、かむー。やっていこうと思います。というわけでですね、昨日は、りょうちゃんテレワークをしてまして、その間に僕がこのお酒を入れ替えるのを準備したんですけども、それがまず1位でしょ?で、その次が、まあその後動画を撮ろうっていう話になってて、お酒を飲む企画にしようっていう話をしてて、それでいきなりお酒を一気し始めたら、どういう反応するのか、心配してくれるのか、はたまた、翔太は壊れたのか、とか、いろいろ思われるかもしれないんですけども、それでやっていこうと思います。そしたら、レッツゴー!ひょにょ。りょうちゃん、はい、ちょっとそっちで仕事しててよ。終了。りゅうちゃん、仕事終わる?終わった。おーい。なんかさ、うん、適当にさ、うん、取らない?いいよ。いい?いいよ。適当じゃダメなんだけど、うん、僕がいろいろ話すからさ、うん、やってくれたまえ。いいよ。合わせるのトップバッターでしょ。うん。仕方ねえな、やってねえぞ。お腹空いちゃった。お腹空いたよね。うん。焼き鳥食べようよ、今日。いいやん、いいやん。買って帰ろう、焼き鳥。いいやん。エビリン、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 エビリンチャンネル。あ、エアコンついてる。ごめんなさい、一瞬だけ失礼します。はい。アレクサに消してもらえばよかった。そうだった。
長年のあれが何のための。いや、アレクサも疲れるよ。毎日さ、消して、つけてとか言われるんだよ。そうね。アレクサいたわろ、みんな。とりあえず、うん、というか、はい。なんかさ、もうさ、うん。いろいろ大変じゃない。いろいろ大変よ。何が？もうね、うん。やってらんねえ。やってらんねえな。どうしたのよ、そんなやさぐれちゃってさ。やってらんねえな、もう。うん。もうちょっと一気するわ。え？やめなさい。もう。もう、今日は飲む会なんにしようかなって思ってんだけど。そうなの？じゃあ、とりあえず。うん。普通に一緒に飲めばいいじゃん。とりあえず。普通に一緒に飲めばいいじゃん。ええー。え？それやめて。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 え？やめて。あ、本当に焼酎じゃん。そうよ。いやー、大丈夫。いや、もうね、いろいろもう、え、大丈夫なの。大丈夫だよ、もうね。マジか。うん。かす、なんでかしかし。何が。匂い嗅がせて。匂い嗅いでよ。え、本当に焼酎の匂いするんだけど。本当に、はぁ、やってらんねえわ。え、もうやめなさい。やめなさい。いや、もう、やめなさい。待ってよ。なんでよ。飲みたい時ってみんなあるじゃない。いや、あるよ。みんなも。うん。うん。あるけど、うん、そんな一気飲みは良くないじゃん。うん。でも、うん。飲めるから。うん。飲めるから。どこまで飲めるかちょっとやってみていいじゃん。いや、ダメってダメ、ダメ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 。ダメ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 。ちょ、やめてやめてやめて。やめてやめてやめて。やめて。危なぁ。なんだよ。それでさ、なんかほら、運ばれる人もいるわけだからさ。どこまで飲めるか、やりたかったの。やめなさい。ちゃんと水で割って飲めば、飲めばいいじゃん、美味しく。ねえ。いいよ。うわぁ！ダメおい、えい、ダメ。ウーロン茶と水じゃねえかよ。気づいてたの？気づくだろ。だってこれ明らかにさ、ウイスキーの色じゃない。だよね、そうだよね。なんかさ、俺失敗したなって思ったんだよね。ウイスキーこれ絶対バレるなって思ったの。バレるよこれは。で、これ中身どうしたの？え、気づいたの？いつから気づいてたの？え、最初から気づいてて。なんでよ、なんで合わせて、なんで合わせてくれ。なんで。だからほら、ちゃんと心配するふりしたじゃん。え、やめなよ。ね、いや、わかるでしょ、絶対わかるよ、こんなん。明らかウーロン茶の色してる。せっかくやったの。でもなんか、最初さ、これさ、匂い嗅いだ時にさ、本当に焼酎の匂いしたから、焼酎の匂いする、うん、あ、まさかと思ったけど、うん、これでバレた。うん、これ出す、これさ、出すか出さないか迷ったのよね、めっちゃ。うん。色バレてるし。うん。これだけにした方が良かったんじゃない？チェー。チェー。チェジュ。チェ、チェジュ。はい。面白い。はい、ありがとう。元ネタ知らないけど。元ネタ。じゃあもう一緒にやさぐれようぜ。あ、やってらんねえや。うん。けぇけぇけぇ。わかったわかった。もういいよ。はい、なんでもう茶番は終わりです。嘘、バレ。ひょにょ。最初からわかってたの？はい。ああ。というわけでですね。はい。今回は？はい。今回の動画は？お酒を一気してやさぐれてたらどういう反応するか。ドッキリでしたバレてたんだって。いや、バレるでしょ。え、これ中身どうしたの？中身冷蔵庫。映したの？わざわざ。映した、映した。さあ、閉めようか。ここがな。大丈夫？割れてる？割れてる。はい。オッケー？ダメ。はい。あ、ダメじゃない？ここやばくない？なんで？ズラですよって正直に言えない。ズラじゃないよ。はい。
はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。私も騙されたよ、僕も騙されたよって思っていただけたらチャンネル登録と、面白かったよまたやってよって思う方は高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。本物飲もうぜ。うん。